はい、というわけで、はい、メイキングっていう感じなんですけど、はい、まあ、クッション当たったじゃないですか、うん、まあ、せっかくなんでこれ開けた方がどれぐらいのボリュームあるとかっていうの分かるだろうから。そうですね、はい、だいぶ圧縮されてますけども、はい、まあ、もうぺったんこですよこれ。すごい、すげえなこれはい、まあチーム G かな、はい、のメンバーということでこんな感じになっておりますよ。いいっすね、いい感じだね。はい、まあ、じゃあ開けますか。はい、クッション開けていきたいと。だいぶね、密閉されてるんでちょっとハサミでね。そうですね、ちゃちゃっといきますか。はい、いきます。はい、よし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 、はい、はい、いいよ。あ、ちょっと、あ、いけました、いけました。あ、そうね、本当に、あ、いい感じですわ。あ、なるほど、膨らんできた。はい、辛かったね。だいぶ圧迫されてたんだね。なるほど。はい。あ、なんか、あ、なるほどね、うん、こういう感じか。でも普通に布団に置いとくと結構寝やすい硬さだと思う。そうね、まあ、派手ではあるけど、うん、枕に使っちゃうのかね。なんかもったいない気はするよね。まあでもこれ枕に使ったとしたら、うん、ちょっとあれじゃない、恥ずかしくない、メンバーの顔が。ちょっと複雑です。嬉しいけどね、嬉しいけど、うん、なんかお母さんとか入ってきた時ね、お母さんびっくりしちゃうかもしれないけどね。まあメンバーと一緒に寝れるということで、はい、まあじゃあケンさんこれを使って寝てください。はい、ちょっと参考までに。はい、お、いい夢見れました。もう寝たんだね。はいはい、そんな感じです。はい、はい、そんな感じで、まあこれだいぶ、まあでもクッションだからね、普通に使えるね。そうですね、はい、ちょっと疲れたら休みたいと思います。はい、終わります。終わります。